野間口兼夫昭和18年12月24日は、日本の海軍軍人、海軍大将。薩摩藩士の野間口洋、タスクの三男として生まれる。明治19年、海軍兵学校を卒業し、同21年に、商委任官。法官、赤木公会長。法官、立田会公委員。西海艦隊参謀。総公官。 金剛公会長、富士会合委員、吉野公会長を経て、明治31年から翌年8月まで、海軍大学校で学ぶ。その後、イギリス駐在等を経て、海軍省副官権解消秘書官として、山本権衛大臣に仕えた。その後、巡洋艦、高千穂艦長、松島艦長、浅間艦長、軍務局専任局員を経て、明治42年に、 海軍省省、第1艦隊参謀長となり、佐世保鎮守府参謀長、海軍法術学校長、呉れ鎮守府参謀長、軍務局長、呉工校省長、海軍兵学校長、前鶴鎮守府長官、第3艦隊長官を歴任し、大正9年に、海軍大将、さらに海軍教育本部長、横須賀鎮守府司令長官、軍事参議官を経て、同13年に、 予備役に編入され、昭和10年に退役した。非常に細かい性格で、金銭の追悼にもうるさかった。書類の決裁の際には、同意の割合に応じて、斜めに応印したり、逆さまに応印したこともあるという、ありがとうございます。